私たちは2つの仕組みによって睡眠をとっています。それは疲れると眠くなる仕組みと夜になると眠る仕組みです。疲れると眠くなる仕組みとは、目覚めている時間が長くなるにつれて体に疲労や睡眠を引き起こす物質が蓄積されて、睡眠を引き起こす力が高まるというものです。この力を睡眠圧と言います。つまり起きている時間が長く、心身ともに活動して疲労がたまるほど睡眠圧が高まって、深く長い睡眠が取れるようになります。日中の活動が極端に少なかったり、長い昼寝をして睡眠圧が高まらないと、睡眠の質や量は低下してしまいます。次に、夜になると眠くなる仕組みについてです。私たちの脳と臓器には約24時間周期でリズムを刻む体内時計が備わっています。朝起きて夜になると眠るというリズムは、この体内時計によって生み出されています。体内時計は眠りのリズムとともに、メラトニンという眠りのホルモンや深部体温、自律神経の働きにも約24時間周期のリズムを与えています。日中は眠りを誘発するメラトニンの分泌が抑えられ、深部体温は上昇し、心身の緊張を高める交感神経が優位になることで活発に活動できる状態になります。そして夜になるとメラトニン分泌は急速に高まり、また脳をクールダウンさせるために深部体温が下がり、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になります。それにより休息や睡眠に適した状態へと自動的に切り替わっていきます。良質な睡眠をとるには、こうした体内時計によるリズムを乱さないことがとても重要です。ご清聴ありがとうございました。